えっと、ハイエース、ようやく指導するのかもしれませんけども、デ,マデモよりもですね、えー、渋谷のクラスター、フェスデモよりも、多分、許可申請降りるの大変だと思います。こっちはですね、もう本当、命に直結するというか、 えー、運転しているときに爆音を流してたら緊急車両の音とか聞こえないですからあとはあの電車とかね線路のところに行ったら窓を下ろして音を確認するとかで教習中で習ったでしょそういうものがないと著しく交通の妨げになりますからだから、えー、道路交通法上の,その許可申請というのも必要だし第77条の4個ね1号の4個 あとは、えー、東京都の道路交通規則ですとか、まあ、千葉県の道路交通規則とかね、あとは拡声機による暴走音の規制に関する条例も関わってきますから、でそもそも拡声機による暴走音の条例の規制,に規制に関する条例を守ってたなら、きっと聞こえない。ハイエースから出てくる、その投射で流す音源の、えー、皆様の案ね、これは平塚君の昨日のツイートね、これ、 これから流れてくる音全く聞こえないから意味ない <laughs> なんかあの国民主権党の,その車走ってるな程度しか聞こえないからだからあのそもそもが 公職選挙法上の選挙以外で、えー、出して、えー、音が聞こえてる時点でそれはほぼ許可なしと思った方がいいと思いますよってことね、えー、まあその辺を詳しく動画で説明していきたいと思います本日令和3年の1月23日土曜日を新任会の大浅大使です国民主権と平塚正行のツイート「当社で流す音源の皆様の案をお聞かせください」を見た感想 えー、というタイトルでお送りします。サブタイトルとしては、デモより大変ですよ。当社、ハイエース使いたいなら黙って選挙出なさいっいうことですね。半年前ぐらいに約400万か500万ぐらい寄付集めて、まあ、2台買うって言ってたのにまだ1台しか買ってない。しかも、ガンガン、ガンガンそれを使ってるという痕跡がない時点で、 ちょっと寄付金のね、えー、そのなんか黙らかしですから、人々を欺いて金を集めて2台買うっつってのに1台しか見当たらないし、しかもそれが稼働してる痕跡もないっていうので、ちょっと怪しいなと思って見てたんですけども、えー、それをいよいよですね、あの指導させようとしてると思うんですけども、もしね、公職選挙法上の選挙に出て、えー、それでの,外あの選挙運動として、えー、外宣官を作 使う用途じゃなかったならばだから通常の政治活動とか社会活動とか宗教活動なのか分かんないけれどもそれで使おうとしてるんであれば、えー、もっと大変ですよ何,何と比べて大変かつてはデモのねデモの申請よりもっと大変ですよってそれはなぜかつて言ったら道路でバック音出したら危ねえからそれが道路交通法上の第77条のここに書かれてるんで道路において零細行事をしまたはロケーションをすると一 一般のの交通の著しい影響を及ぼすようなねこれ爆音出したら危ないのね道路でそれなぜかっつったら皆さん運転者になったら、えー、教習所で習うように緊急車両の音を確認しないといけないのだから車内のその、えー、なんとか、えー、車の中とかも爆音でなんかウーハウーハとか鳴らしながら <laughs> 音楽聴いてたら、えー、ダメなわけね だからある程度、外の音がちゃんと聞,かえ聞こえる状態でね、えー、やらないといけないし例えば、えー、踏切のところでは一時停止して窓を下げて音を聞かないといけないよね踏切が故障していた時にもう電車が来ちゃうかもしれないからそれではやばいから,だから確認しなさいと教習所で必ず習うでしょ。 だからそういう、ね、道路交通法上の基本的なことを知らないんじゃないかだって思った事件がありました。それが東京都知事選挙に平塚君が出たときにハンドルハンズフリーしたとき。 両手を片一方で東京都の選挙管理委員会に電話しながら、スマホを持ちながらですよ。片一方で右側の手で歩、えー、道かなんか歩いてる人にバイバイしながら、そしてそっちを見る。要はハンドルハンズフリーの上に、<laughs> ハンドルから両手手放しした上に、まあ、前方不注意みたいな、そ,まあ、その動画すぐ1日か2日でバンされましたけども、ねえー、そういうなんか道路交通法知ってるのかなみたいな。 運転をする人がですね、当社で流す、まあ、平塚君を運転するかどうかは別としてもですよ、あの危ないですから、 えー、他の車の運転者に対してその爆音自体が危ないですからだからきょあの気をつけてくださいよ許可が必要ですってこといずれね <laughs> 道路の、えー、許可が必要でこれ,これだけだとよく分かんないんで東京都の道路交通規則とかね、まあ、千葉県でもいいですけどその,、えー、あの規則が定められているところの、えー、道路許可というところに道路において拡声器、ラジオ、えー、テレビ映写、えー、機等を備え付けた車両等によりね、まあ、ハイエースね平塚くんが 寄付金で買ったとされるハイエースね400万か500万ぐらい集めて200万ぐらいの車両を買ってんじゃないかなと私は思います。では残りの300万はどうしたんだっていうね疑問がありますけれども、この車両をですね、えー、放送または映写すること、これの場合は許可必要ですから、で平塚君たちに許可出すかといったらデモより難しいんじゃないかなと思うんですよね。デモは報道 歩道だから、まあ、もしかするとだからその耳が聞こえない人とか目が見えない人ね渋谷とかで、えー、展示ブロックとか使いながら歩いてる人いるでしょだからそういう人たちにとってはその有害なわけね。 でも、渋谷警察署はガン無視したわけですよ、この拡声器による暴走音の規制の条例でね。だからそういう人たちにとっては命の、えー、なんていうかこう、えー、もう耳から入ってくる情報なんてすごく大事だって、あからさまにわかるでしょ。だからそれをも無視してるけど、道路だって危ないからね。<laughs> 道路でその爆音で、えー、例えばマスク外せとか言ってたら、であの撤廃されるのは選挙,選挙運動だけ。 で選挙運動は、普通はね、立花さんのようなことをしなければ、N 国の立花さんのようなことをしなければ、その選挙期間中にこの辺は、外線管が走るって分かってたら、外線管が来たら停止すればいいのよ、ハザードとかつけてね。だから、こ,この選挙期間中だ、1週間の選挙期間中だって,って時は、えー、道路を運転してる人たちは常にその外線管が通るかもしれない、かもしれない運転するわけね。だから あの、えー、気をつけるわけだけどそれ毎日毎日できないでしょって <laughs> だから立花さんのようなことされたらちょっと厳しいわけね、えー、どっかの、えー、市長とかに、えー、出てそして、えー、公職選挙法上にのっとった、えー、その凱旋官の使用ねそれあ 許可与えられるのか分かんないけど立花さんの場合は車使ってないと思うんだけどね分かんないけどね、えー、どっかの市長選に出て違う地域で、えー、NHK とかの前で、えー、訴えるっていうね、まあ、これは法律上政府とされてるわけで今現在はもしかするとそれにも規制かかってくるかもしれないけどねその選挙区だけじゃないとだめみたいな法律行動改定みたいなのされたら、えー、あれかもしれないけどじゃあやりたいところにまあ出ればいいんでしょ やりたいところの選挙,選挙に出てそしてハイエースを使えば、えー、その公職選挙法上をちゃんと守ってれば許可はいらないっていうことでしょまあその,その中で許可が必要なのかもしれないけどねその外線化のルートとかそういうのをだ、まあ、私選挙に出たことがないんで分かんないけどもそういうのを提出しないといけないかもしれないけど、えー、そのね公職選挙法上がよく分からないから、えー、だけどあの少なくてもこの拡声器による暴走音の規制 法に関する条例の中では、えー、適用除外があって、えー、選挙に出ればあの、うん、と適用除外になるよってで逆に言ったらば選挙に出てなければ1 0ルで85ですよってでそれを守ってなければあ守ってればどういうことかっつったら全然聞こえないから <laughs>、ね、当社で流す音源の皆様の案を聞いてせっかく流してるのに全然周りの人聞こえないから。<laughs> 全然ね、多分ね、10メートルで85で車で走らせても全然聞こえない。要は95とか100とか出さないとえ、多分全然聞こえない。で、95とか100とか出してもいいのは、公職選挙法上の,、えー、の選挙運動期間だけ。 撤廃されるのは、ね、で、それ撤廃されるのにも私はある程度の規制をかけた方がいいと思うからさっき言った通りに道路で音っていうのは非常に重要な情報なんで緊急車両とかねだから緊急車両のサイレン音とかよりもでっかいのダメとかね、えー、それより6 d b 下とか緊急車両のサイレン音の6 d b したあのサイレン音だってきっとあの計測器で測って、えー、そのメーカーさんがね、えー、ピーポーピーポーのサイレン音を、えー、の音量ね音量を えー、騒音計で測って、そしてある、えー、基準値が出てるっていうことで、多分出荷してるだろうから、それより6 d b 下のところの、えー、もまでは公職選挙法上の選挙運動は OK とかしておかないとまずいからね、例えば電車とかのところも同じだけどね、何らかの基準があったほうがいいと思うんだけど、だけど今のところはないから、えー、ハイエースを使いたいんだったら、黙って選挙に出るのが一番楽。 楽えー、それ以外だったら多分おそらく平塚君たちっうか国民主権党の誰かが申請しても多分許可出さない <laughs> 出さないと思いますよ警察署のねだからもしやってるのを見たらそれは、えー、許可なしでやってんじゃねえかってうがった身では私とかは見ちゃうからね, <laughs> ねはい以上です